クラウディオ・マルキージオは、イタリアトリノ県、キエーリ生まれの元サッカー選手。元イタリア代表。ポジションはミッドフィールダー。名字は、マルキージオと表記されることが多いが、かな天気としては、マルキーズヨが、現地音に近い。ユベントスでは、八王朝事件後の黄金時代を支え、二度の、UEFA チャンピオンズリーグ決勝進出、史上初のセリエ7連覇を達成した。 主要メンバーであった。イタリア代表としては2010年 FIFA フフワールドカップ南アフリカ大会、2014年 FIFA フフワールドカップブラジル大会に出場、2012年 UEFA ヨーロッパ選手権ではイタリアの準優勝に貢献した。ユベントスでプレーするマルキジオ1993年にユベントスの下部組織に入団。 2006から07シーズンの途中にファーストチームへ昇格するとポジションをつかみユベントスのセリエ A 昇格に貢献した。2007から08シーズンはエンポリエ期限付き遺跡し26試合に出場したが奮闘虚しくセリエ B 降格となった。2008から09シーズンからはユベントスに復帰。第20節のフィオレンティーナ戦で決勝点となるセリエ A 初ゴール。 当時のラニエリ監督の下でポジション争いに勝ち、セバスティアン・ジョビンコやパオロ・デ・チェリエラと共に、クラブの将来を担う選手として期待された。また、彼らと共に2008年、北京オリンピックの代表にも選出された。2009年12月5日のインテルとの、イタリアダービーでは、1から1のスコアからの58分、モハメド・シソッコが放った、ミドルシュートを、 GK のジュリオ・セザルが右腕一本で引き、このこぼれ玉をエリア内に詰めていたマルキジオが巧みなボールさばきで、シュートブロックに来たワルテル・サムエルをドリブルでかわし、続いて飛び込んできたジュリオ・セザルの左肩越しへチップ気味に浮かしたシュートを決め、これが決勝点になった。2010年3月11日、エルベスト16のフラム戦ファーストレグにおいて、 キャプテンのアレッサンドロデルピエロがサブメンバー、副キャプテンのジャンルイジ・ブッフォンとジョルジョ・キエリーニが共に怪我で欠場62分にキャプテンマークをつけていたダビド・トレゼゲが交代でピッチを退りいた等の条件が重なったため初めてキャプテンを任された2010から11シーズンはセリエーベスト11に選出された2011から12シーズンは6節の AC ミラン戦では2ゴールを決めミランの撃破を助けると10節のインテルとのイタリアダービーでは決勝ゴールを決めキャリア200試合となった36節のレッチェ戦ではゴールも決めるなど2年連続となるセリエベストイレブンに選ばれた2012から13シーズンデルピエロの対談により10番を切ることを打診されたが断った 15節の鳥のダービーでは2ゴールの活躍で、鳥の撃破を助け、34節の鳥のダービーでも、ゴールを決める活躍を見せた。また UEFA チャンピオンズリーグ、グループステージの FC のアシェラン戦、決勝トーナメント1回戦のセルティック FC 戦で、ゴールを決めるなどの活躍を見せ、2012年の UEFA チームオブザイヤーのノミネートされた。 2013から14シーズン、第19節のカリアリ戦で、ミドルシュートでゴールを決め、ボローニャ戦で、セリエ A200 試合出場を達成した。2014から15シーズン、第2節のウディネーゼ戦ではアウトサイドにかけた。見事なミドルシュートを決め、第36節インテル戦では PK でゴールを決め、イタリアダービーの勝利を助けた。UEFA チャンピオンズリーグではファイナルで敗れ、 優勝はならなかったが、同大会のベストイレブンに選ばれた。2015年7月、クラブとの契約を2019から20シーズンまで延長。2015から16シーズンからは、アンドレア・ピルロ対談後の中盤のようとして、従来よりも低い位置でプレーシーズン序盤こそ負傷で欠場が多かったが、復帰後は、チームのパス回しの中心となっていた。しかし、 2016年4月、パレルモ戦で、左膝の人体十字部分断裂という重傷を負い、2015から16、シーズンを終了。ユーロ2016参加も断念することになった。2016から17シーズン、2016年10月26日の UC サンプドリア戦で復帰、チャンピオンズリーググループステージのセビージャ FC 戦で、ペナルティーキックでゴールを決めた。 セリエ A では、第25節パレルモ戦でゴールを決め、2017年4月15日、ペスカーラ戦で、セリエ A250 試合出場を達成した。2016から17シーズンは、サミ・ケディラの控えに回ることも増えたが、チャンピオンズリーグ準決勝の1置へすれ出場停止のケディラに代わり先発、先制点の起点となるなど、好プレーを見せ、セカンド。 レグの試合では怪我のケディラとの交代で出場、ファイナル進出に貢献した。2017から18シーズン、セリエ全人未到の7連覇のメンバーになるも、怪我などの影響もあり、出場機会を大幅に減らし、ユベントスからの代弾、MLS や、J リーグへ移籍の可能性が報道される中、新シーズンに向けた、ユベントス。 US ツアーなどのプレシーズンマッチには出場していたが、セリエ A 開幕を控えた2018年8月17日、双方の合意に基づき突如ユベントスとの契約を解除、株組織時代から含めると25年所属したユベントスからの対談が決定した。2017から18シーズンのエラスベローナ戦に先発出場したのがユベントスでの最後の公式戦となった。 2018年9月3日、パリ・サンジェルマン、ポルト、ベンフィカ、アトレティコ・マドリードなどへの移籍の話が出て、いたが、FC ゼニト・サンクト・ペテルブルクに2年契約で加入。9月30日、FC アンジマ8から1000で、先発出場からゼニト移籍後初ゴールを決めた、怪我で17節以降を欠場したが、ゼニトは優勝を果たした。 個人としては8年連続のリーグ優勝となった。2019年7月、ゼニトとの契約を解除し、退団した。AS モナコ、中東、日本のクラブへの加入も話題に上ったが、2019年10月3日、自身の SNS を通じて、現役引退を発表した。ユベントススタジアムで行われた、記者会見では、夕べでプレーすることを夢見た。 トリノの一少年だったが、それを叶えることができたと語った。現役最後のゴールは2018年11月4日、ロシアプレミアリーグの FC テレクグロズヌイ戦における、PK、出場試合は2019年2月12日、ヨーロッパリーグ、フェネルバフチェ戦に5分出場したものとなった。ユーロ2012でのマルキージを2009年8月12日に、 スイスとの親善試合にて、同じユベントスの下部組織出身である、ドメニコクリシートと共に、A 代表デビューを果たした。2010FIFA ワールドカップの代表メンバーにも、選出され、2試合に出場したが1次リーグで敗退。2011年10月7日の UEFA ユーロ2 0 1 2予選のセルビア戦で代表初得点を挙げた。UEFA ユーロ2 0 1 2では、 レギュラーとして6試合でプレーイタリアのファイナル進出に貢献したが、スペインに敗れ準優勝に終わった。2014FIFA ワールドカップ、イタリア代表に選出され、1次リーグ前3試合に出場、初戦のイングランド戦で、先制点となるペナルティエリアの外からのミドルシュートによるゴールを決めたが、第3戦のウルグアイ戦では、レッドカードを受け、 退場処分となった。2016年怪我のため、UEFA ユーロ2016に出場できなかった。2017年5月、2015年6月以来となる代表復帰、ウルグアイとの親善試合、2018年 W 杯、欧州予選グループ G リヒテンシュタイン戦に向けた、イタリア代表メンバーに選出され、ウルグアイ戦に出場した。 ユベントスユース出身の生え抜き選手であり、アレッサンドロデルピエロに続くバンディエラとして期待されていた。センターハーフ、サイドハーフ、トップ下など、中盤のほとんどの位置でプレーすることができる MF。運動量豊富で、強烈なミドルシュートや背後への飛び出しといったフィニッシュに絡む仕事、レジスタとして試合を組み立てる仕事もできる。ただ本人は、 セントラルハーフを自身の本職であるとしており、また自身の持ち味がスペースへの飛び出しであると考えていた。しばしば、マルコタルデッリと比較された。2017から2018シーズン終了時、ありがとうございます。